メトロレールは南アフリカ共和国の南アフリカ旅客鉄道公社が運営する鉄道路線の総称であるハウテン地域路線図西ケープ地域路線図ダーバン地域路線図東ケープ地域路線図南アフリカの大都市圏にある近郊列車を運行しており4つの地域を合わせると全長 2228km471 駅に および世界屈指の旅客都市鉄道網を誇っている。週に170万人以上の乗客数を運ぶ。全路線が1067ミ、mm、リメートルと狂気であり、ほとんどの路線は電化されている。南アフリカの国営企業、トランスネットが主要都市の通勤列車サービスとして計画し、1990年代初頭にトランスネットの鉄道事業会社である。 スポールネットにより開業した。1997年の鉄道事業の再編により、メトロレールはトランスネット内の独立事業となり5つの地域会社が発足したが、2006年にサークックに事業移管された。ヨハネスブルクプレトリア大都市圏内、ウィットウォーターズランド地域を運行。ダーバント市圏内を運行。イーストロンドンや、 ポートエリザベス都市圏を運行。西ケープ州のケープタウン都市圏を運行。2019年の時点で以下の車両が在籍している。1990年代以降の同国の経済、社会情勢の目まぐるしい変化により、社会が混乱し、一部路線では、駅や車内での犯罪が多発するようになったと言われる。また、メトロレール各線では近年設備の老朽化による、 脱線事故や保安設備の未整備による衝突事故などが相次いでおり、早急の改善が望まれる。ありがとうございます。